リガーだこわーメータセメータセメータセ、これがメタセコイアでございます。後ろバックミラー見てください。はいはい、本日はですね、嫁と2人でツーリングしてみたという動画を撮るんですが、嫁が初めての大型に挑戦ということで今からレンタルをします。ホンダのね、レブル1100というのをレンタルしておるんですけども、今、教えてもらってますね、どうやってやるんだ。おーっと進み出した。いかがですか。もう切れた切れた、もうこっち行って付け直そう。はい、それではさてね、大型ですがどうですか。いやちょっとなんかこのクラッチとかないからすっげえ変な感じ。なんかオートマっぽい感じなんやな。うん、そうオートマ、セミオートマみたいな。それどっち、右左左行こうか。はい、うん、わからん、ちょっとよく。でかいな。でかいな。でも足つくからそんなにめっちゃでかい感じしないかも。あ、そう。うん、さてさてさて、スタートしました。でかいね。でかい？俺のより大きいやん、俺の400やのに1100乗って。でも見た目その大型って分かんなくない？いやでもでかいよ、やっぱこの辺が。本当？うん。今日はね、どこまで行くんですか？今日行けるかな。メタセコイアまで行こうかって言ってますけども、まあ、滋賀の名所ですよね。関西のツーリング名所。行けるかな。なんでそこに行くかっていうと、うん、実はこの後北海道にね、はい、一周ツーリング行こうって俺がしてたら、はい、来たいっていう話だってな、君も。はい、で北海道は1日300キロとか400キロ走るから、それに来やなあかんでいうことで、片道100キロぐらいかな、メタセコイアって。120何キロあった。でもそれでも往復しても250ぐらいやろ。そうね。まあそれぐらいは走らんと北海道これついてこられへんよね。おお、勝手に二足になった。嘘。すごい。楽？めっちゃ楽よ。だっていやここら辺は別にその楽とは感じないけどさ、ギアチェンはできるじゃん、さすがに。あれよね、発進よね、きっと楽なのは。ああ、そうか、自動で連れてってくれるもんね。そうそうそう。これやったら1日300キロ走行できそう。そうだ、できるんじゃない。いや、ケツが取れるんちゃうかな。確かにケツ取れるわ。ギア編はないねんけども、ケツ取れるわ。ケツ取れるやろ。確かに。左回ります。はい、白バイ行ってます。怖い、逮捕しないで。うわ、最高やな。あー、トラックが来ました、まさかに。どうですか。めっちゃ気持ちいい。最高よね。めっちゃ気持ちいいけど、ちょっと久しぶりだから怖い。今11時だから、なぜ今夜並木へ、レッツゴー。ではですね、はい、今からメタセコイア滋賀県までレッツゴー。マスクちっちゃいな、もっと大きいやつ買わなあかん。聞こえてる？うん、はあ、反応してくれないとさ。ごめんごめん、マスク道具にそんな入る余地なかったからさ、全然。入ってきて、ガンガン入ってきて。そうか。いやでも最高の天気ですよね。うん、あ、泊まるとあっちいいな。あの滋賀のさ、うん、近江牛なんか食べながらさ、ああメタまで行っちゃってさ。はいはい、やべやべ、これ演奏してたわ。お腹すかへんの？今日パン ちっちゃいやつ1個食べてきた。ああ珍しく何も言わんなと思ったら、だって緊張してお腹空いてない。いつもバイクの時そうなのよ。あ、そうね。ちょっと緊張して。行くぞ行くぞ、無限の彼方へ行くぞ。うわ、怖ー。タックの動画にもあったね、このシーン。そうそうそう、緊張するやろ、最初めっちゃ怖い。大丈夫大丈夫、やばい。大丈夫ですか。60キロ70キロ怖っ。それでは飯オープン。うわ、めっちゃいい匂いしてる。
して君の方はどうですか？いいよ、すごいですね。では焼いちゃってください、食べちゃってください。あ、大丈夫です。OK です。じゃあ走りたいなと思います。はい。あ、ここだ。そうなんです。おー、すごい。メタセコイアがこちらになっております。あ、突然現れた。そうなんです。こちら、関西メサシがメタセコイア、メタセ、メタセ、メタセコイア。わー、すごい。すごいね。で、今回ですね、レブルの案件ではございません。今回、こちらのカメラのインスタ360というのをご提供いただきまして、これ今見ていただいていると思うけど360度カメラなんですよ。そうやね、君は見てないから分からへんよね。映像で皆さん見ていただくから分かるんやけども、前に置いているから前だけじゃなくて後ろも一周ぐるーっとこう見渡せれんのよ。これがメタセコイアでございます。後ろバックミラー見てください。はい。どうですか？すごい。すごいですよね。これがあのかの有名なメタセコイアでございます。突然来たね。突然なんですよ。びっくりした。で、まだ先もありますので。うわー、すごい。いや、いかがですかこれ。え、やばい。普通にこの子にね、駐車場止めてね。へー。一回まず突っ切りましょう。はい。いや、途中ね、近江牛も食べて、そしてメタセもやって、はい、うん、非常にいいね、観光ですよね。これが春は桜、夏はこんな感じで木になってて、秋は紅葉、冬は白い感じになって、雪が積もってね、いつ来ても綺麗なシーズンなんですよ。ちょっとこれ外そう。おお、風すごい入ってくるわ。気持ちいい？気持ちいい。いいじゃん。で、話もそうね、今回ね、提供いただいたんですけどもね、このカメラがその360度、インスタ360って言ってるぐらいから360度の専門のカメラやって、もともとは。へえ。今はアクションカメラとして出てるから、こうやってバイクの時にツーリングで雨に濡れても OK。 へえ。だからまあ水中とかでもいけんねん。サーフィンの時に使ったりもできるし、うん、普通ってカメラって一方向しかないやん、前向けてたら前しかないやん、はいはい、これはもう360度やから、もうカメラの向き変えんでいいねん。向き変えんと全部360度ぐるっとできんねん。すごい。じゃあさ、グーグラスみたいな。ちょっと僕グーグラス、君が何を言ってるのかあんまりよく分かってないんですけども、ほんまにね、そうやってできるんですよ。へー。で、これ また分解もできるのよ。カメラだけ持つこともできるし、バッテリー外すこともできるし、ちっちゃくもできるっていう。へー。そういったカメラになっております。ちょっとコーヒー飲みますか一旦。はい。のところで休憩しますか。はい。後ろも来てますし。はい。焼きたてパン。だから実は今日はずっと前についてたこのカメラは、その、今回提供いただいたカメラで、ちょうどね、カメラも買おうと思ってたんですよ。一個足りひんかったから。うん。俺の今顎に映ってるやつでしょ、これで音声撮ってね、はい、君との今これ喋ってうんうんって聞いてるやつな、うん、で、君用のカメラそこにあるでしょ、うん、僕の顔が映ってないんだよ、ずっと。そうなんで、僕の顔、その決めてる場合じゃない、僕の顔映ってないんだよ。だからね、これがあることで顎のカメラが切れたとしても、うん、こっちで両方とも映せてると。すごいな。だから君も今そこにおんのに映ってるよ、この横。こんなふざけてることやってるの。うん。あ、そうそうそう、映ってる映ってる。で、ちょっとソフトクリーム食べましょうか。はいよ。あー、疲れた。それではですね、ソフトクリームを食べたいなと思います。到着しましたね。うわ、メタセコイアです。どうする、向こう行く？中持ってるの。中ちょっと見てみる。これを後ろにして走りたい。後ろでも360度しようか。すごいね。これを見ながら休憩タイム。さあ、何ということでしょう。
シュークリームにジュース、そしてメタセコイア、これを何と言いますか？最高の時間です。以上。忘れ物ない？大丈夫？ないね。はい、あっという間だったな。あっという間でしたね。楽しい時間でしたね。いや、マジで楽しい時間だった。うん、まあ、大体ここまで2時間半ぐらいかかりましたかね。うん、まあ、帰り道もね2時間半ぐらいあるんでゆっくり帰りたいなと思いますが、はい、安全運転で帰りましょう。帰りましょう。はい、で今日はですね、大型バイクどうでしたか？いや、取ってよかったな、免許って思いました。あ、よかったです。途中ね、何回かいや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 言うてね。いや、そうなんですよ。もうやだよって言いながら通ってましたけど、無事取れたみたいで。大型の時はやだよ、そんな言ってないよ。大型は言ってないか、中型の時だね、やだよやだよって第一なんかずっと毎日言いながら言ってたけど中型はマジ嫌だった。嫌だったね。うん、まあでも良かったです、無事乗り越えてて。良かった。いやでもいい景色でしたね。ねえ、うん、またじゃあ次ね、まあ、北海道への道どう？行けそう？これ今日で今130キロやけどさ。やべ、できたー。やべってかもうお手振りでしたわ。もう俺ずっと見てなかったで、パッとギリギリ出た130キロちょっとぐらいで帰って260キロぐらいなんで、はい、まあ、まだ今日半分まだ残ってるんやけども、はい、北海道で毎日300キロぐらい走るけどどう？行けそう？きつい？いや、これなら行けるかも。行ける？うん、大人だったら。なるほど。そのミッションガチャガチャはさ、やっぱり大変だよね。大変ですよね。で横でタクガチャガチャやってるの見てさ、やっぱり大変だよなと思って。まあ、醍醐味やからな。いや、そうなんだよね。私はその醍醐味をまだそんな味わってないからさ。そうかそうか。まあ、何かしらいろいろ変えるっていうのはな、男は好きやねんか。ああ、まあ、変えると言って思い出したけども、このカメラもね、今360度カメラから片側の 4K ブーストカメラに変更しました。まあ、片面だけやけどより綺麗に、よくアクションカメラとかやったら片面しか映ってないやんか。はいはい。さっきは360度全部映ってんけど、うんうんうん、まあ、今回は片面しか今映ってないけども、まあ、4K 映像が撮れると、はい、そういう映像で、まあ、音がやったらね、コロ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 パズルみたいに変えていって、はい、その時の気分で、例えばサーフィンするんやったら360度かなとかさ、うんうん、あとはなんか普通に水中を潜るだけ、うん、で目線を撮りたいとかやったら片面のとかの方がいいやつか、うん、綺麗に撮れるから、うんうん、でそういう風にね分けてもらえたらより楽しいんじゃないかなと思いますので、今日はねインスタ360度さんの、ご提供で、動画撮らせていただいたということになっております。はい、はい、またね夫婦で、行きたいなと思いますので、はい、次回はもしかしたらもう夏なってんのかな。もう今もう夏だよ。そうですよね。で、まあ、ちょっと梅雨がねそろそろ入ると思うので、うんうん、次回ちょっといつかわからないんですけども、はい、またバイクね、はい、乗りたいなと思いますので、今日はねここまで見ていただいてありがとうございました。本日は動画見ていただいてありがとうございました。ペコリ。よかったね。たまたまこの時期に1100が出てきて。いや、本当だよ。数年前までなかったからな。ああ、そうか。この2年とかぐらいじゃ。いい時代に生まれましたわ。よかった。どんな時代も、ああ、風と、まあ、トラックの仲間たちだ。